はい、こんにちは、さとみです。こちらのダイヤモンドアートは以前完成するときにキャンバスのこととか、あとはアクリルビーズのことについてちょっとお話しさせていただいた作品になっているんですけれども、こちらのダイヤモンドアートを買ったのはこちらのショップさんになるんですけど、アリエクの他のショップさんでも同じ作品を販売されていたので、同じイラストの同じシリーズのものを5店舗から買ってみました。この子の顔か、この子の顔、どちらかの絵になるんですけど、まずは、スクエアビーズでこのシリーズで、サイズは大きいものだと作っていくのが大変なので、一番小さいものだと 18×23cm のものになっています。1店舗だけアクリルのもので買っています。多分こちらもアクリルだったので同じような感じにはなるかなと思うんですけど、正直さに買わせていただきました。でそのアクリルのもの と、樹脂と言われているものと、ちょっと比較してみてもいいかなと思ったので、一つだけアクリルを入れております。このダイヤモンドアートを買ったショップさんもレジンという素材の表記だったんですけど、実際にはアクリルだったっていうところで、そういうショップさんもやはりアリエクの中ではあるのかなっていうことを感じたので、ちょっと実際のところどうなのか私も知りたいなと思ったので、素材がレジンと言っている4ショップのビーズは本当にレジンなのか真相を知るというところで、今回こういう企画を決行させていただきました。まずは届いたダイヤモンドアートから見ていきたいと思います。ということでこちらが購入したダイヤモンドアートになっています。まずはね、どこのショップで買ったかっていうところの表記からこちらで流していきたいと思います。まずは、こちらの左側からいきますね。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目になっております。実は6店舗で購入したんですけど、こちらのショップさんはちょっとクローズになっていたので返金されました。はい、ということで5つのショップで比較していきたいと思います。で、実際にアクリルって書いたのはここのショップさんでした。こちらのジップロックに入っているものは実はこうやって入ってきたんですけど、袋を開けたら一色のビーズがもう袋の中でわっちゃーってなってたので、ジップロックに入れ替えさせていただきました。で届いた時は全部この不要な袋に入って届きました。で今回動画を撮っていく時に私もどんなビーズなのか知りたいなと思っていたので、こちらはどうしても袋に詰める作業が発生してしまったので、どんなビーズか私もちょっと知ってしまったんですけど、他は見ていないので、動画を撮りながらどんなビーズか知っていけたらいいなと思っております。で予測なんですが、こちらのショップさんで買ったのは樹脂であってほしいって切実に思っております。なんでかっていうと SNS でも皆さん樹脂っていうことをおっしゃってましたし、あと自分もオーダーで購入した際に樹脂だったので、ぜひこの小さいサイズでも樹脂であってほしいと切に思っております。はい、ということで前置きがかなり長くなってしまったんですけど、見ていきたいと思います。まずはビーズの見た目で樹脂なのかアクリルなのかというところをね、まず見ていきたいと思います。一番左に置いていたものから順番にいきますね。まずはこちらですね、こちらのショップになります。ちょっと下の方にねちっちゃくつけておきますね、名前は。これはキャンバス自体は見やすいですね。滲んでいるっていうことがないのですごく見やすいです。ビーズの詳細書もちゃんとついておりました。この子もバッチリうつろですね。はい、ではですね、ビーズいきますよ。見ていきます。へこみがある、
そして4辺のうち1辺がボコってなっている。そうですね、あの一番最初に作ったあの大きいサイズのビーズとちょっと似てますね。あー、横線入ってますね、裏っ側。あー、これはレジンと表記があったのに、すべてボコ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 しております。なぬ、嘘ついている。ちゃんとアクリルって言ってほしいですね。一発目からアクリルでした。やっぱりか、想像はしていたけど。はい、ということでこちらのショップさんはアクリルでした。まあちょっとね、キャンバスはいい感じなので、とりあえず貼り付けていって、どんな感じなのかはまたちょっとね、後日動画でお送りさせていただきたいと思います。続いてはアクリルのショップになります。ちゃんとね、アクリルって書いてくれれば、あ、アクリルかってなるんで、まあ、ありがたいですよね。しかもキャンバスはちゃんとこういった筒でね、くるまれてて、透明フィルムじゃなくて、あの剥離紙でこうペタッとされている感じになっています。はい、ではね、アクリルビーズ見ていきます。うん、やっぱりアクリルって書いてあったのでビーズへこんでますね。うん、こうやってちゃんと言ってくれればね、いいんですよ。そしたら、おー、アクリルか、でも可愛いから作っちゃおうかなみたいな感じになるじゃないですかね。あ、でもなんか黒がへこんでいるビーズ少ないですね。なんかあるんですかね、暗いビーズになるとへこんでるビーズが少ないみたいな、ないのかな。こちらも写真でお送りします。はい、続いてこちらはこちらのショップになっています。こちらも剥離紙がくっついてますね。中もちゃんと発泡スチロールが入ってくるまっている感じですね。さあ、開けていきますよ。こちらもへこんでますね、へこんでますね。こちらもレジンって言っていたのにアクリルだなんて。なんか一個ずつね、袋に入れてくれてるのになんかもったいないですよね。続いてエバーシャインさんはなんか2つショップがあるけど、名前が違うってだけで多分内容は同じような気がしますね。まあ、でも一応買ってみました。エバーシャインさんはちゃんと1個ずつ入れてくれるんですね。なるほど、それはありがたい。ビーズで裏がへこんでるっていうのは少ないんですけど、4辺のうち1辺がへこんでるというビーズはやはり多くありますね。こちらもレジンと書いてありましたが、ビーズはアクリルっぽいです。さて、次ラストの本命です。こちらもちゃんと剥離紙でくっついてますね。あ、ここもちょっと太めの発泡スチロールで巻いてあります。紙もついてます。ビーズ見ていきますよ。へこみはないですね、ないです。サイズちっちゃいのにちゃんと樹脂です。さすが、さすがです。ちょっとね、見た目だけでまずはね、こうビーズが樹脂なのかアクリルなのかっていうところを見てみたんですけど、アクリルで買ったショップさん以外は全部、素材が樹脂でできていると書いてあるにもかかわらず、3店舗のショップが樹脂ではなくアクリルでした。うん、一言で言うと悲しいですね。そうかそうか、そうなっちゃったかみたいな。まあね、樹脂と思って買ってしまうので、やっぱりそこはね、樹脂であってほしいですよね。まあなんかすごい高い確率でこうアクリルなんだなって思ったので、
まあ、本当に樹脂でこう制作したいなと思う方はまずは、ね、あの樹脂のショップさんであるココだったりとか、あとは日本のショップさんでね購入を検討してみるとかがいいのかなと思います。あとはねもうアクリルでもね私みたいに作っちゃうよみたいな方々もいらっしゃると思うので、まあ隙間があるのはちょっと嫌だけど、隙間がなくてマルチプレーサーで作れる程度だったら、まあ、作りたいなっていう方々には、まあ、アクリルでもいいかなと私は思っております。なので今回ねビーズだけ見てみたんですけど、こちらの続編としては全部作り上げて実際どういった感じに出来上がったのかっていうところを皆さんにお伝えできたらいいかなとは思っております。で5つ作っていくのでちょっと時間がかかると思うんですけど、その間はまた別の動画をお送りしながらお待ちいただければなと思います。はい、ということで5店舗でダイヤモンドアートを買ってはいるんですけど、実質は4店舗のビーズの検証というところで動画をお送りさせていただきました。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。